今回は転倒予防体操から足の指の体操と爪の切り方をご紹介します私たちは立っていても腰掛けていても歩いていても足の裏が地面に設置して体勢を安定させていますこの設置というのは足の指すべての指とかかとまでを含めた足裏全体で軽く地面をつかんでいる状態を言います例えば足の指が浮くなど 設置がうまくいかないと転倒リスクが高まるとされていますこれは足の指の握る力や足の爪の切り方というのも関係しているとされていますまずは体操からご紹介します足の指を握る力をトレーニングする方法は統一されていませんが握る力に関与する方法をいくつかご紹介いたします それでは、体操の前に軽く準備運動をしてみましょう足の指を握ったり開いたり握ったり開いたりですとかじゃんけんのグーチョキパーグーチョキパーという形で何度かやってみましょうまた少し頭の体操も入れてみてはどうでしょう例えば、 左の足に対して右の足が常に勝つという形でグーの時にはパーチョキの時にはグーパーの時にはチョキという形でグーチョキパーという形で足の体操と頭の体操を加えて少し動かしてみてはいかがでしょうか。 それではビー玉を使った体操をご紹介しますこれは足の指の握る力を強くするというよりは足の指を使いやすくする体操になりますまずタオルの上にビー玉を置いて椅子に腰掛けた状態で行います置かれているビー玉を足の指で握っては開いて別なところへ移動していくこういうものになります おそらく小指側の方は使いづらいかと思います小指側の方もちゃんと掴んで移動させていくこのようにして左右とも行ってみましょう次にタオルを使った体操をご紹介します置かれたタオルの上に足を置き足の指でタオルを手繰り寄せていくというものになります これは片足でもいいですし両足を使ってて寄せても構いませもまいん。しっかりと足の指を握ってタオルをたぐり寄せていきましょうそしてタオルだけでは物足りなくなってきたらばペットボトルに水を入れるなどしてタオルの上に重りを置いて。 手繰り寄せてみましょう。最後に壁を使った体操をご紹介します。転ばないように壁の前に立って行います。まず軽く手を壁に添えて、足は肩幅ぐらいに開きましょう。この状態から体重を前の方にかけていって、 しっかり足の指に体重がかかっているなぁというのが分かったらば、足の指をしっかり握りながらかかとを少しずつ浮かせていきます。しっかりつま先立ちになったらば、この状態でもちゃんと足の指を握っていることを確認してください。そして徐々にまたかかとをつけていきます。 はい、また体重しっかり前にかけて足の指握りながらゆっくりと上げていきます。はい、またゆっくりと下ろしていきます。この繰り返しの動作になります。無理のないような回数で疲れてきたなと思ったら、もう1回プラスするぐらいでやりましょう。 次に爪の切り方をご紹介します道具は爪切りとヤスリですが爪切りは平らなものを用意しましょう爪を切るのは爪が割れないように風呂上がりの爪が柔らかい時にしましょう切り方はまず爪の先を平らに切りますが切る深さは横から見て足の指先と同じ位置にします次に角を少し切りますが 足の指よよりりも爪が出るようににししますす最後に全体をを軽くやすりがけして角を取り終了ですこれよりも深く切ると握る力が落ちたりいわゆる巻き爪などで炎症が起きたりして足の指が使われなくなり爪の変形や外反母趾などの足のトラブルにつながりひいては転倒リスクが高まるとされています。 適切な切り方でしっかり足の指が使えるようにしましょう。いかがでしたでしょうか。大切なのは普段立っている時や腰掛けている時、歩いている時に足の指も使って足裏全体で地面を掴むことです。時折、あ、ちゃんと地面を軽く掴んでいるかなというのを意識してみましょう。